校内に残る虐殺犠牲者の頭蓋骨。校内に残る虐殺犠牲者の頭蓋骨。2001年撮影虐殺犠牲者のミイラ化した遺体。2001年撮影手前側の遺体は、頭部が切断されている2001年撮影ムランビ虐殺記念館は、ルワンダ南部州のムランビにある1994年のルワンダ虐殺に関する記念館である。 この建物はもともと学校であったが、1994年4月に虐殺の現場となり、現在ではその参加を伝えるための記念館として使用されている。府の世界遺産として、ルワンダ発の世界遺産登録を目指している。この建物はもともとムランビ技術学校と呼ばれる学校であった。ルワンダ虐殺が始まった当初、この地域に住む土は、 地元の教会に避難しようとした。しかし、丘の上の学校に避難すれば、フランス軍の保護が受けられるという市長と教会の、司教の言葉に欺かれ、土らは学校へ隠れることになった。1994年4月16日、唐突に水や電気の供給が停止された。この時点でおよそ6万5千人の土が学内に避難しており、食料も水も不足する中、 避難民らは自衛のために投石用の石を数日かけて拾い集めている。しかし4月21日の夜半、フランス軍が唐突に姿を消すとともに、学校は、ふっつけ過激派民兵のインテラハムへの襲撃を受けた。約4万5千人の土が校内で殺害され、この日の虐殺を逃れた者のうちの大半も、翌日に近くの教会へと逃れようとしたところを殺害された。 現在、ムランビ技術学校の校舎は虐殺記念館として使用され、被害者数千人分の頭蓋骨と見いらかした遺体が展示されている。なお、ルワンダ虐殺にフランス政府が加担していたとの主張が2008年にルワンダ政府によりなされている。ありがとうございます。